石破さんが魔人ブーの格好をさせられた話を聞いて、この人本当にいい人なんだなと感じました。本当にいい人で優秀だと政治の世界では転下を取れないのかなと思います。なんとか石破さんに頑張ってほしいです。あと野田聖子議員の夫が元反社と裁判所が認める判決を出した人について、ひろさんはどう思われますかこれ僕ツイッターでも書いたんですけども、野田聖子さんアウトだと思うんですよね。さすがに元反社っていうのを隠しちゃダメでしょ。あの、別に元反社の人でも僕言ってればいいと思うんですよ。 いやうちの旦那は元反社ですと、あのもう反省しているので,であの、一切そういう活動もしないので、何の問題もないんですけど、でもそういう事実があったので、そこであの気にされる方は本当にすいませんって言ってればいいんですけど、その、元反社でありながら、元反社が嘘だっていうので、出版社を訴えて負けたんですよね <laughs>。 でその出版社を訴えて出版社側が証人として組長を連れてきたんですよ。<laughs> お前俺の酒好き飲んだよなって証人が言うの元組長が言っててはあみたいになってて <laughs> まあそれはそうだよねみたいな。っていうのでその,あのでは反社であることは過去過ちを犯したっていうので僕過去過ちを犯した人を永遠に責めるべきだとは思わないんですよ。 ただ過去は過ちを犯したっていうのを嘘をついて隠すというのが良くないと思ってるのでなので元反社が良くないというよりは元反社であるという事実を隠して出版社を訴えたということを夫がやってるのを放置していた妻っていう意味で僕は野田聖子さんはアウトだと思ってるんですよ。